いや、いる。あるな。これ、やつら出るな、これ。どうしようか。これで、こっちで行く？いや。え、その前に別に来たな。ガードという機能をもはやもう俺捨ててたわ。いやー、こいつら動くでしょう。動かない？大丈夫？いやー、あそこにもあるな。ということは動かないな。うわ、出たよ。無理か。いや、これやばい。ちょっとこれで茶を濁して、来たやろ。オッケー。いや、やっぱむずいな、ガード。あれ、ついてないし。うわ、何その死んだ味方の背後から投げてくるパターンのやつ。あ、一旦落ち着いたっぽいね。ん？ああ、もう後戻りはできないよと。散らばってる。あ、おお、グレネード投げてくるんじゃない？危ないだろ。あ、スナイパーがいるのか。おお、びっくりした。これで終わりかじゃないな。音が鳴り止まないということはまだどこかにいるはずだけど、その前に弾を拾っていく。弾は大事よ。お？あ、お前は実を言うところまともに戦ったことがない。ヌイボーマングバーイ。悪いな、毎度毎度瞬殺してよ。まあ、それだけちょっとまともに戦いたくないということだということにして。うん、そういうこと。ショットガンを持っていくか。はい、グラップル。シア、付近の建物から妨害電波を探知した。現在の位置は？周囲に大量の岩が浮かんでいます。引き続きブラックホールに吸い寄せられています。了解。ウェイクとは未だ連絡が取れない。何かあれば。あ、これやばくない？危ないね、それはね。あんま後ろ行きすぎると使うから。お、何投げてんだお前それ。まだ後ろ湧いてんな。あれが弓兵だったらちょっと厄介。オッケー、弓兵だな。
あいつモーションの時にちょっと姿勢が下がるのがちょっと厄介だな。ハンドガンで行こうか。こっち映って、こっちに映って、あそこに映る。上には弓兵がいるってことは、おお、お前なんだその秘技、壁走りは。これ進む前に痛いっす。急に寒くなってきた。この時期に雪が降るなんて。おお、すげえ異常気象じゃん。もういや、これ上行くわけじゃないんだ。これは、あー、グラップルだよね。なんだこれ、あれかな、高度が高すぎて寒いってこと。あ、でも徐々にあれだね、近づいてきたね、ブラックホール。船長官、広場に到着しました。木造の建築物が見えます。それは天空閣だな。天空閣、妨害電波の発生源もそこだ。すぐに調査しろ。天空閣、あれかな、あのさ、かっこいいボスか、なんか言ってた星かな、天空閣で会おうみたいな。あ、これ待って、大丈夫、貫通してるよな。なんで貫通してんだよお前の頭。俺のは貫通しないのに。卑怯、それは卑怯。異議を申し立てます。よーし、ちゃんとリロードして準備を整えてから、なんか声聞こえた、行こうか。なんかアイテム落ちそうだけど、まあいっか。やばい、オッケー。いやマジでさ、まともに相手知らんねんよあいつら。ガンガンですよこんなん。使わなきゃ損損。あるよね、 AR か。オッケー、あれここじゃない。あ、敵がいんのか。俺敵無視しちゃってきたから、なんかフラグ的なものが刺さなかった。さすがにお前らの弓でもこの石は貫通できないよな。よし、よし、これでいいね。天空閣を調べる。ようやく来た。うわ、来たー、いっちゃんかっこいいやつ。だが手遅れだ。この高校進水を世界に注ぎ切ると、高校進水ブラックホールが世界を変える。あ、こいつらがじゃあやったんだ、ブラックホール。そんなことで世界が変わる、ふざけるな。最後まであがいてみろ。声かっけえな、誰だろう。お、隙だらけですか私。いや、これ一発しかないのか。
危なじゃあ食らうのか。これで一旦お茶を濁して、うわ外したのと、あれだな、ああれが戻ってる、ガード、どうしたどうした、えボーイ、このまま終わっちまっていいのか。止まらないのか。いや待て、あなんか奇跡的な当たったなんか奇跡的な当たったんだが、うわかっこよかったなこいつ。復活する、これは復活するパターンだ、あっちけ、高ヘビ、うわ何それ、うわなんかすごいやつになった、アシュラじゃん、あアシュラだ多分、さっき言いたかったの、うわすごいラスボス感あるよ、ラスボス感あるけど俺もカツカツだよもう。全部打ち込もう、カードあれがないしアーマーないしこいつ、なんすかそれ、なんかものすごくやばそう、あぶねー、そういうパターン、おっと、うわー強え、それは待って、なんかすっげえヘビがいる、ヘビ消えた、やばいよ死ねる、ヘビがいる、俺のそばにはヘビがいる、飛んでるじゃんあいつ、なんかすごいジェットパックつけてそうな飛び方してる、いやーそういうことね、なんかいろいろあったけど、もうすごすぎてよくわかんねえよ、弾が出た、いやー死ぬか、いやなんだろうな、多分弾いてもあれ弾いても何の隙もならないと思うんだよ、結局連チャンで攻撃されるみたいな、さっきのあいつでさえそうだったからね、ジェットパック飛びでしょ、あれ、あこれ意外とあれだな、意外と追尾ち
ゃんと狙わないと 2B 作れないのか。待ってるあー押せない。あれ待たしちゃいけねえのこれ。やばいよ。わあゴン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 ですー。そのタイミングジャンプするか。外した。外した。ちゃんと狙った方がいいから。お、めちゃ強いスナイパー。 SG の特殊弾かありますよ。わお、先読みじゃんそれ。これでひるましつつ耐える回復したいけど、いやこれはきついか。いける？いったー、よっしゃー。え、なんかおがっけー。なんか最後ちょっとめちゃくちゃ死にかけ状態でムービー入ったけど。おっ、お誰だこの、あ、チェン将軍か。久しぶりだな。リン将軍か。まさかこんな形で会うとはな。もう少しで高校浸水が空に注ぎ終わると新しい世界が誕生する。いいとこ取るじゃねえこいつ。私が新世界の王となる。あ、こいつ死ぬわ。こういうやつ大体死ぬもん。待てろ、今負ける。お前名前なんだっけ。ウェイクか。ありがとうウェイク。でもそれ俺も死にそうだけど大丈夫。いいね、肩打たれてるけどガッツだねここは。意外と脆いんだな。お、冒頭だ。次のニュースです。本市から20キロ離れた地点に巨大なクレーターが突如出現しました。専門家は小惑星が衝突したクレーターではないかと推測しています。内部ではさらに古代遺跡らしき建築物が発見されており、皿のようなものを含め未知の化学元素も検出されました。現在専門家がサンプルを持ち帰り調査を進めています。新しい情報が入り次第お伝えします。あーなるほどね。なんか古代テクノロジーによって、まあ、ブラックホールが生み出されて、でなんだろうな、世界が一旦ゼロにされて新しい新世界を生み出そうとしてたんだけど、まあ、それを
なんだろうな、シアの組織名前なんだっけ、まあ、が止めたと、まあ、主にシアが止めたと。で、まあ、リン将軍はそれを知ってて、まあ、私が新しい王になるって、まあなんだろうね、その力を横取りしようとしたんだよね。なるほどね。ってことはあれかな、リン将軍は最初からシアがあのね、ボス的な人なんだろうね、まあ、守護神とかではないと思うから、まあその、まあ、元凶っぽいあの古代の王みたいな人を倒すのを知ってて、まあ、それを横取りしようってしてたのか、まあ、それともまあ何かしらの方法があって、あの人を倒す方法があって、まあ、それで新世界の王としてなろうとしたのか、まあ、どっちなんだろうね。先になんか出発してたのはリン将軍っぽいけど、後から来たってことはやっぱそういうことなのかな。途中であのシアのあのね、なんか社員証か分かんないけど、あのねカード ID カードも拾ってたし、それ見て、あ、これあいつにやらせて横取りしたらええんちゃうって思ったのかもしれない。うん死亡15回、ベチャーありがとうございます。はい、ということで、ライトメモリーはこれで終了ですね。はい、でなんかね、これのゲームね、こうスキンがあるんですよ。スキンがあって、こう可愛いよね、これめちゃくちゃ可愛い。普通にタンクトップじゃなくて T シャツとして欲しいんだけど、こうね、スキニージーンズとかね、こうなんかいろいろあるんですよ。でこれはそう、ここにダウンロードコンテンツ購入して解放されますって。なんでね、まあ、こういう風にね、銃のスキン変えたり、こう接近性もね、こうかいろいろあるんですよ、武器が。あの寝棒とかね、棍棒か、棍棒じゃないか、こういう感じでいろいろね、シアちゃんのコスチュームも待って、 2周目が別のコスチュームするとか、そういった感じもね遊べるので、まあ気になった方はぜひ、まあ、全然安いんでね、2000円もしない安さなんで、まあぜひ買ってやってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、ライトメモリー、実況は今回で終了となります。最後までご視聴ありがとうございました。次回また別の実況動画でお会いしましょう。ではさようなら。